駅、西口ターミナルホテルと、駅東口駅舎とホテルをつなぐ、通路商業施設コンコースと、乗り場乗り場の風景トレインシェッドクロードモネ、サンラザール駅1877年サンラザール駅は、パリに6つある主要ターミナル駅の一つである。パリでは、パリ北駅に次いで利用者の多いターミナル駅で、1日の利用者数は、約28万人である。 パリ北西方面の近郊列車の利用が全体の9割を占め、残りの1割がノルマンィ地方の主要都市に向かう長距離列車である。TGV の発着はないため、パリのターミナル駅の中では華やかさに欠けると言われる。プラットフォームは27番線まであり、駅周囲より一段低い掘割の中に構築されている。 駅舎は幅200メートルの壮大なファザードを持っているが、駅前広場に4つ星のターミナルホテルが建っているため、正面から駅舎前景を見ることはできない。駅舎は左右対称で両端に西口と東口を配置している。東口正面には時計を中上に積み上げたオブジェがある。1837年8月26日に開業し、 パリのターミナル駅で最も古い歴史を持つ。当初は小規模な駅であったが、拡張工事が継続的に行われ1854年には乗り場は14番線まで増えた。1924年には第3機場で電化されたが、1960年代に通常の河川方式に変更された。1998年に併設地下駅のオスマンサン・ラザール駅が改良し、 ラー・イー・センの終着駅となる。2003年12月には、全自動運転の最新メトロ14号線が、サン・ラザール駅まで延伸。長距離列車ノルマンディ地方へ向かう、特急列車が発着。近郊線ベルサイユ、ナンテール、ポントワーズなど、パリ北部、西部の郊外へ向かう列車が、地上ホームから発着。地下路線。 オスマン・サン・ラザール駅が地下に併設されており、ラー・イー線が発着している。地下でメトロ3、9、12、13、14号線が連絡している。パリのターミナル駅では最も都心部に近く利便性が高い。デパート街、オスマン通りやオペラ座にも近い。駅舎側面よりロップ橋方面へ続くローマ通りにはパリ音楽院の旧校舎があったため、現在は楽譜や、 楽器屋街となっている。19世紀の印象破壊が前世紀には多くの画家たちが駅周辺に住んでいた。画家のモネはこのサンラザール駅を題材にした連作をいくつか描いている。駅内部の列車が到着する様子数枚及び駅ホームの北端よりロップ橋とその下を通る線路を眺めた場面の絵などがある。エドアルマネはこの駅を背景にした人物が 鉄道を制作した。またポントワーズ、エトルタ、ルーアン島、当駅から発車する列車が向かうセーヌ川下流の街は、当時の印象派の画家に好んで描かれる舞台となった。ありがとうございます。